こんにちは。そっか塾の久保です。確かにある3 4ね、値段が上がれば上がるほど、盗まれるリスクってのも考えないといけないですよね。まあ、あの、旅を続ける中で、車中泊ってのがありますけども、そうじゃなくってね、えー、例えば、野ざらしの駐車場に、ぴょっと車を停めて、で、えー、コテージかなんかに泊まる場合ね、朝起きたら車がなかったみたいな夢を見たことって、私はね、あるんですよ。 朝起きたら車が盗まれていてどうしようみたいなね。でパッと目が覚めると車があるわけですよ。そうなんですよ。まあ私の持ってる車ってのは今までね、盗まれるような価値のある車ってのはなかったんですけども、さすがに R34 ぐらいの1000万、2000万、3000万というね、市場価値がついた車だったら現金が駐車場に置いてるようなもんですからね。それは盗む価値はありますよね。例えば盗む経費に 100万とか200万かかっても,も全然遜色ないわけですよ。まあでもね、よくある2、300万の中古車を盗むのに50万、100万稼,稼げるような価値はちょっとね、リスクに見合わないかなって考えるんじゃないかなと思うんですよ。で、R34 とか珍しい車とか高級な車ね、レクサスとかになると、なんかどうやって盗むかっていうノウハウまで情報販売されていて、 その情報をもとに必要な機材を買って必要な人員を揃えて必要なタイミングを測ってやると盗める可能性って高まるみたいなんですよ。例えばね、タイムスケジュールとかがあって用意ドンで犯人と言われるグループがね3人ぐらいでチームを組んで何分後に何をする何分後には何をする何分後に、えー、どうするみたいなそういうのがあるんですよね。それで役割分担をすると テンプレートで取れちゃうみたいなこともあって、その、いわゆるね、盗難グループの間でもマニュアルっていうのが回ってるんですよね。うん、まあ、それはもう情報の力だと思いますけどね。さあ、ここで言いたいのは今回のタイトル、盗むということなんですけども、高価な車を持ってると、盗まれるリスクに対して、防犯というコストがかかってくるんですよね。それから防犯というコストも込みで、全部まとめて盗まれちゃうという心理的な不安、心が盗まれた状態と言ってもいいかもしれません。 でお金がない頃は考えなかったホームレスのテントでもよかったんですけどもお金が貯まってくるとさすがにね枕の下に札束を置いとくってわけにいかないんで盗まれるリスクとかまあなくすリスクを考えると金庫に入れとこうかなとか銀行に預けようかなとかそんな感じになってきますよねつまりは持てば持つほど価値が上がれば上がるほどそれに対して盗まれるというそういうふうな恐怖やリスクも抱えることになるんですよ で、私も家がありますけども、あの、もうお店をやってた時ね、お店。お店の中に、両替金とかレジ金ってあるわけですよ。これ毎日持って帰るのもこれも怖いですからね、暗い夜道を何十万何百万って持って歩いてたら、それこそね、暴漢に襲われてなくなっちゃうみたいなこともあったら、やられるわ、盗まれるわでね、二重の損なんで、やっぱり当時はね、店の金庫とか会社の金庫に入れるようになってたんですよ。でもその金庫の鍵ってのが、これまたね、従業員に渡す時があるんで、 そういうことも考えちゃいますよね。身内が盗むみたいな。信頼の向こうに、そういった詐欺があるわけですから。信頼しているからこそ裏切られるわけですからね。そう考えると、だんだん誰も信用できなくなってくるし、誰にも預けられなくなってくるし、管理もさせてあげられなくなるみたいなことも起きてくるわけなんですよ。さあ、そこでですね、お金が貯まれば貯まるほど、盗まれる盗難リスクに備えたりもするんですけども、これちょっと視点を変えてみるとね、まあ、可愛い女の子とか、 綺麗なね、美貌を持った女性。こういう人たちも盗まれるリスクに当然合うわけですよね。いや、誘拐されるんかって話もありますけども、まあ、誘拐も確かにありますけども、多くはですね、あの、盗撮のリスクですよね。要するに、盗み見られるわけですよ。こっそり撮影されるわけなんですよ。盗撮リスクってのが女性にはあったりします。それからですね、内緒話とか、こそこそ話とか、人々ひ話とか、 知られたくないという話であればあるほど盗聴のリスクもかかってくるわけですよまあ私がねしゃべることごときは盗んでも価値がないので誰も盗もうと思いませんけどもでもやっぱりね重要なデータとか軍の機密情報とかこういったものはハッキングによって盗みたくてしょうがない人たちがいっぱいいるわけですよね国家機密とかいうのもあります情報に価値があるってことなんですよつまりは 情報が盗む価値もないただ同然のものいやもっと言ったらね情報商材をやってる方とか情報発信してる方なんでもう無料で公開ですよっつってもね誰もいらんよみたいな無料の価値すらないよみたいなね1000円くれるんだったら見てあげてもいいよみたいなね逆折りのマイナスの価値なんですよねだから盗まれるリスクはほとんどないんですけどもやっぱ国家を脅かすものとかね誰かの生命や財産に関わるものっていうのは厳重に鍵をかけた 価値の高い情報になってきますんで、それは逆に寝られるってことになるんですよ。守れば守るほど盗まれるみたいなね。あの、訪問販売をしてるときに一つ学んだことがありますけども、あの、門扉にね、セコムとかね、なんか防犯のシールが貼ってあるとか、防犯カメラが見えるように設置してある家があるじゃないですか。あそこって実は訪問販売で口説きやすいんですよ。なんでかわかりますかね実はね、効果は二つあって、 防犯カメラをつけたりとか、警備会社に自宅の、もしくは会社のね、守りをお願いしているところっていうのは、基本的に訪問販売が来ないんですよ。あ、警戒心強そうだなと思って、ほとんどの、まあ言ってみれば素人のね、訪問販売員っていうのはそこに行かないんですよ。だから、訪問販売で行くと、すごくね、その会社の家の方から新鮮でですね、話を聞いてくれるんですよ。二つ目はね、警戒心なんですよね。やっぱりね、 人を警戒する人っていうのは、どんな人だろうっていう好奇心が逆にあるんですよ。この厳重な守りを意に介さずに突破してきて気さくに話し返ってくれてる人っていうのは、ひょっとしたら信用できるんじゃないかなってことで、まずは疑いの目を向けるんですよね。こんにちはって感じで、表情とこのスマイルがその人の心にピタッと一致したら、この人は悪い人じゃなさそうだなというふうに思うんですよ。防犯を気にかける人っていうのは、自分が信用している、 人は大丈夫だろううと思うんですよね。そして自分が怪しいと思う人はどんなに誠実な人でも排除するんですよつまりは自分の考えが正しいと思っちゃうからじゃあ防犯しようと思って自分の信用してる防犯を張り巡らせるんですけどもねでもそれと同じように信用したらもうね疑うことがなくなっちゃうんですよそこに一つ好きがあるんですよどういう好きかっていうと 訪問販売お断りというスタイルを持っているところになお向かってくる人っていうのはもうね誠実なんじゃないだろうかとかむしろ怪しいところがないから自負の念を持ってこうやって赤裸々に来てくれるんじゃないかなというふうに考えるんで基本的に警戒心に解いてくれるんですよちょっと話がね外れましたけども盗まれる盗まれると警戒している人ほどこの人は大丈夫と思ったらの信用度っていうのはね すごく大きいんですよね。だから人っていうのはリピートするんですよ。一回商売やって、やりとりしてね、あこの人と気持ちいい取引できたなと思ったら、その人を信用して、何回も何回もやりとりしちゃう。それがリピートなんですよね。そして中には、それを利用して、お金を貸してくださいって言い始める人もいるんですよ。ね、その時にはでも、今までのやりとりから、この人大丈夫だろうな、信用できるなと思うから、お金貸しちゃう。 例えばね、2時間3時間お金絶対返してくださいよっていう風に話し込んで「分かった分かった大丈夫本当に返すから」って何回も言われたらここまでいったから大丈夫だろうと思ってお金貸しちゃうんですけどもまさにその2時間3時間で100万円を搾取するという仕事にその人は成功するわけですよ。ね、だから2時間3時間くどくどと同じ話聞かされても「大丈夫大丈夫必ず返す」と「絶対返すから」って言うんですよ。でもももそそ 絶対返す人っていうのが、なんで俺に金借り来るんだって話でしょ絶対に返すって言うんだったら、それを本当に信用してくれるもっと身近な人がいるわけなんですよ。その人にもう愛想かされたから、大した関係でもない自分のところに来るわけなんですよね。だからそこがわかると、いや、あんたね、そんなに絶対返すって言ったんだったら、なんであなたの親兄弟身内にはそれが通用しないの信用調査において絶大な自信を誇る、 銀行や金融機関は何であなたにその100万ポッチ貸してくんないの信用できねえよって話になるんですよね <laughs> まあそれが人から資産を盗もうとする人とね防衛する人の心理なんじゃないかなと思いますね今回はね盗むということについてちょっとお話ししてみましたいってらっしゃい